あ、そう、新人さんデビューしますね。いや、おめでたい。いや、ほんまにおめでたい。3SKM さんたちね。あ、全員男ってバルツさん、え、いや、ボルタクションさんが多分いますよ。あ、3人男の子は確かにバルツさん以来なのかな。横浜の方たちなんだ。へえ、あ、確かにヒーローもいます。シャンスクミさんなの。サンスクミ虫キングやん。バーチャル横浜在住の呪術師さん、鍵屋さん、羊さん、へえ、 3SKM さん、へえ、すごい、呪術師さんがいるんですね。すごいな。いや、本当にいろいろ人がたくさんね増えていって素敵ですよ。本当にいつだって新人さんはおめでたいし、ようこそようこそ二次三次へ。確かにいろんな職業の方が、え、なんか二次三次のライバーさんでマジで職業網羅できそう。いずれいずれ本当にこの世にある職業すべて二次三次に揃いそう。え、呪術師さんって山払われるの？タイマシに払わ、普通マシ、普通マシに払われるんじゃない？どちらかというと長尾の方に払われるんじゃないか、山って。私妖怪だから。ちょっと待って、普通マシって何するんだろう。あ、でも、あ、いや、でも違うか。え、私って呪いなの？ちょっと待って待って、え、呪術師さんに払われてしまって、妖怪って呪い？え、待って、あの、素直に疑問なんだけど、私ってもしかして二次三次における呪いなのかな？え、待って、そういうこと？結構ストレートな悪口じゃん。いや、違うよね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 。皆様の生きがいなのに？皆様の生きがいですとかいう呪いだったのかな。あー、生きがいだーって、みんな山にはまった人おかしくなっていくかな、もしかして。へへへ、生きがいという呪い。でも呪おうと思えば呪い、いや、いや、そんな人のこと呪おうと思ったことなんて一切ないですよ、本当に。だって人のことを呪おうとするのって相当な気力が必要ですよ。そこまで人に私の気持ちを避けないわ。大丈夫、みんな呪うまでもないよ。山の神通力って呪いみたいに作用するの？いや、呪いみたいには作用したこと今までないですけどね。呪う、あ、言い方が悪い。簡単簡単、まあ、やろうと思えば簡単かもしんない、呪うと思えば。みんなのこと呪いたくないから呪うまでもないって言ったんだよ、みんな。もう言わせないで、ペン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 。うん、いや、でもね、おめでとうございます、本当に。